て、今月1日にソニーはプレミアムスマートフォン Xperia 5 Mark 5の商品化についてのグローバル発表を行いました。本日はそれに関連し、今日ですね、国内市場への導入についてちょうど今10時に発表いたしました。本日はそれに関連しまして、2名の登壇者からのご説明と、それに続けてここソニーストア銀座での体験会についてご案内いたします。登壇者はこちらになります。最初にソニー株式会社モバイルコミュニケーションズ商品企画部統括部長の越智より、エクスペリアの商品戦略や新商品のエクスペリア5マーク5についてご紹介いたします。続きまして、ソニーマーケティング株式会社モバイルビジネス部統括部長の久下より、本商品の国内プロモーションについてご紹介します。プレゼンテーション終了後に質疑応答をお受けいたします。その後、当ストア内で新商品やイベント体験などをしていただき、10時50分頃の終了を予定しています。本日の資料は後ほどメールにてお送りします。途中アーティストの動画が流れますが、その部分については記事への掲載をお控えいただきますようお願いします。それでは越智さん、よろしくお願いします。はい、皆様おはようございます。私、ソニーでエクスペリアの商品企画を担当しています越智と申します。私からですね、商品戦略と、Xperia 5の Mark 5の商品概要について説明させていただきたいと思います。はい、まずこちらですが、好きを極めたい人々に想像を超えたエクスペリエンスをというビジョンを掲げて、こちら2019年から、はい、次です。はい、1シリーズ、5シリーズ、10シリーズという形で、商品を、出させていただいております。で、上からフラッグシップ、プレミアム、ベーシックという商品の分け方でございまして、で、従来からですね、緑に書いております既存のお客様という意味では、まあ、幅広い年代のお客様、20代から60代のお客様を中心に、ご好評をいただいております。に加えまして、本日特に、5マーク5に関しましては、右側の黄色、新しいお客様といたしまして、下からだんだんですね、上がってきていただくべく、はい、商品を、研ぎ澄ましていきたいと思ってまして、本日はプレミアムモデル5シリーズのこの真ん中ですね、好きにはまるっていうところを、提案できればというふうに思っております。はい、で、じゃあ Xperia って、いろいろスマホがある中でどういったところが注力ポイントかといいますと、こちらに掲げる3つの体験軸でございます。撮影体験、コンテンツ使用体験、ゲーム体験といったところ、まあ、どのスマホ各社もここを、強化しておるんですけれども、まあ、Xperia はソニーということで、ソニーならではのというところを強化しているところが一つ売りになりますので、これからも強化を続けていきたいといったところが戦略になります。はい、で、5マーク5の話の前に、今年でですね、6月に、投入させていただきました1マーク5を少し簡単に、ご説明させていただければと思っております。はい、こちらです。この1マーク5フラッグシップということで、好きを極める体験を、1台に詰め込んだ商品になっております。はい、で、撮影に関する体験に関しましては、こちら、撮影を好むお客様自身が満足いただける、で、作り方としてはやはりクリエイター自身手に取った時に、そのクリエイターの要望に応えるっていうレベルまで引き上げるということをやりたいと思いまして、上にありますイメージセンサーというのがですね、光を取り込む量がこの面積に応じて、比例するんですけど、大きいイメージャーで、かつで下ですね、構造も変えることによって全体的に暗所での撮影性能を飛躍的に高めた商品になっております。こちらが新しいイメージセンサーと同じと、初めて搭載した1マーク5になります。で、コンテンツの仕様も、極めさせていただいてます。画質音質を極める形で、映像音楽視聴に没頭できる、形でのディスプレイおよび、ソフトウェアを、入れさせていただいております。はい、で、映像を見るときにどうしても欠かせないのが、まあ、音質面でして3つあります。1つは、本体スピーカーで高音質を楽しめるといったところでございます。弊社はスマホをずっと出しておりまして、お客さんがどういった形で聞いているかというのを見させていただいている中では、本体スピーカーのままで視聴している方というのは非常に多いです。というところは、毎機種ごとに着実な進化を図っておりまして、で、加えてどうしても有線無線で使わないといけない、もしくは使いたいという場面もありますので、
この、2つの要素、有線接続、無線接続も、まあ、ソニーが培った技術を使いながら、しっかり、進化を続けております。で、こちらにありますように、まあ、ヘッドホンですね、ラインナップが拡充しておりまして、ネックバンドタイプですね、ネックはすみません、ヘッドバンドタイプですね、上からこうかぶせるようなタイプもありますし、すみません、落ちそうですね、失礼しました。ありがとうございます。大丈夫です。はい。はい、でもう一つのタイプはですね、はい、でこういった形でここ最近非常に世界中で拡大しております、耳に入れるタイプの、完全無線タイプですね、の商品も出しておりまして、おかげさまで、こちらの2商品もフラッグシップでございますが、マイク5、第5世代まで公表いただいておりまして、はい、接続性だったり音質も含めて一緒に作ることで非常に満足度の高い商品に仕上がることができております。はい、で3つ目の要素としてはゲームの体験がございます。フラッグシップモデルとこの後ご説明する5に関しましては同じチップを使っております。クオルコムのスナップドラゴン8 Gen 2という世代のものを投入しておりまして、現時点で最も優れたゲーム体験を提供できると。ただしゲームタイトルによってどのように画面を表示するのか、タッチレスポンスはどうあるべきかっていうのは違いますということで、こだわっているのはプロを使っても勝てるっていう意味で、ただ楽しいじゃなく勝てるためのソフトを入れてます。ソニー独自のゲームエンハンサーソフトでそれをコントロールし、でレベル高い、ゲーマーに関しては人に見てもらうという配信もしてますので、配信のためのツールもふんだんにいたのがこのゲームエンハンサーで、ハードもよしソフトもよしという形で、やらせていただいているのがこのゲーム体験に、の、パートでございます。はい、ありがとうございます。でちょっと非常に駆け足でございますが、ワンワーク5のところは3つの体験を極めた商品になっておりまして、で今回、ご紹介させていただくのは5マーク5になります。で5マーク5の、我々としては狙いたいお客様に関しては2つあると思っています。既存のお客様に関しても、ご好評をいただけるかなと思っておりまして、旧 XPR の5ももちろんそうですが、その過去機種も含めてまずは、自信持ってお届けできます。に加えまして、先ほどあった1マーク5は正直ちょっと高いかなという方で声がですね届いているところがありますので、大枠の、大事なところはしっかりこのモデル入っております。チップも同じです。で大事なイメージセンターも、あ、これマイクに響いてるんですね、これ。失礼します。どこか動かしていただける。はい。はい。はい、しっかり入っておりますので、その、兄弟機としての需要といったところをしっかり抑えながら、はい、今回に関しましては、新規顧客といたしまして、若年層をしっかり狙っていきたいなというふうに思ってまして、かなり前からですね、仕込みながら、特に高校生、大学生、新社会人をイメージしたような作り込みになっております。はい、で改めまして、好きにはまるといったところを、体現した形での5マーク5を、投入させていただきます。新しいスマホ、新しい私がキャッチコピーでございます。はい、で商品の、カラーバリエーションとしては3色ご用意しております。黒と白とブルーですね。はい、ブラック、プラチナム、シルバー、ブルーというふうな名称で呼ばせていただきたいと思ってます。これ実際ですね、お客さんに近い方々に、聞いた上で国内だけの調査で、こういったカラー割りを選んでいると形になっております。はい、で、こちらもですね、やはり撮影体験のところ非常に大事になってまいります。でイメージしていただければありがたいです。で若年の方はどうスマホを使っているかというと、目の前に起きたシーン自身を誰かに伝えたいために撮るという、こと軸ファーストです。という意味では夜でも動画でも伝えたいが伝わるのが最も大事ということですが、ソニーはですね、最初から盛るんじゃなくて、まず盛らずにそのまま送ったら気持ちが伝わるって形を、ここのフォラにもありますが、アルファ含めてですね、カメラ専用機、世界中でクリエイターのナンバーワンシェアをいただいておりますが、そういったところも含めてまずはしっかり入れながら、で今回ですね、この、フラッグシップの真ん中モデルでも、他社の、メーカーはですね、一番上と真ん中の、イメージセンサーというものを変えてるってところがあるんですけど、ここはですね、しっかり上と全く同じモードを、正直非常にコストは高いんですけれども、しっかり入れてるところをやってます。で入れる目的は、ターゲットカスタマー的にどこでも撮りたいという需要がある。朝じゃなくて夜、時間的にだけじゃなくてですね、屋内も含めて行動範囲が最も広い若年層という意味では、やはりこの、新しいデバイスが刺さるかなということで、上の商品で上の、商品投入してるイメージセンサーを下に持ってくるという形で今回入れさせていただいています。でそのおかげでですね、一つの、レンズ、ここにある 24mm というところが上から持ってきた新しい新世代センサー XMR-T でございますが、48目がありますので、真ん中を拡大するときに、画質劣化なく、12メガで記録ができるという意味では、48ミリの光学相当の、ズームができるという形のレンズもカバーできているというふうに言っていいのかなと思っております。はい、
で、そういった、上から、持ってきたということですので、ワンマークファブリと基本的には同じ、画質が得られるという形です。日中はもちろんのこと、夜景もそうですし、で、若年層はやはり、ね、ただ夜景撮るというよりも、人を入れて何かを撮る、人を入れてカフェで撮るみたいなところが、やっぱり暗所での人を絡めた撮影というのは非常に重要ですので、はい、これは一つ夜景になります。夜景のポートレートですけど、こういったところもしっかり、抑えられるのが、この、5マーク5の特徴になります。でいろいろこう調査を進めると、若い人だからっていくらでも編集ができる、でアプリケーションを使いこなす、そんなことはありませんでした。基本的に、意外と機械は強度、時間ないんです、私たちって言います。なので、極力撮ったらすぐ送れる形にできるんであればということで、これ、アルファでも入れさせていただいてます、これ、6つのフィルターなんですけど、この中で自分の好みがはまれば選択して毎回撮る、そうすると、後の加工なく、どんどん送ることができます。でこの5マーク5から新しく導入したのが1時間カメラのようなボケの機能です。これ1マーク5に入っておりません。5マーク5に関してはそのですね、目の前のこの思い入りを持って撮った人を送るっていうところ時では右側従来ですけど左側、これあたかも一眼で撮ったようなボケです。でポイントはですね、はい、何それ、どんなカメラで撮ったのっていう反応が来るんじゃないかなっていう思惑のもと、やらせていただいてまして、まあ、パッと見ですね、例えば雑誌の後ろがちょっとボケたいい感じの、絵ですかね、といったところをフルフレームのカメラだったら今、お客さんが買えばですね撮れるんですけど、それをスマホで、実現するということを今回のこのモデルでやらせていただいております。はい、最後です。撮影体験の要素と一つ大事なのは、じゃあ撮りました、1枚の写真動画を送るのもちろんですけど、組み合わせて端的に今日の1イベントをシェアしたいという時には、はい、写真と動画をいい感じにですね、簡単に選んで、で送るみたいなことを短時間でできないかっていうのを作ったのがビデオクリエイターでして、1分ぐらいでこの全ての工程が終わります。助手者に聞きました。意外とですね、動画編集ソフトを何使ったらいいか分かんないっていう人、使ったんですけどよく分からなくて使わなかった人が 60% いました。そういったところも含めて、まあ、こういったようなところを、入れさせていただきました。はい、でもう一つ大事なのはコンテンツの視聴体験でして、映像も音楽も推し活もハマるという形でちょっとまたイメージしていただければと思うんですけれども、こちらはですね、まあ、ここ最近やったところが女子大生ということなんですけど、大学全体的に男性もいるんですけど、75% の方が、推し活を何らかの形でしておりました。はい、アイドルだけではございません。スポーツもそうですし、アーティストも含めていろんな推し活のジャンルがございます。その時にコンテンツを見るっていうのが、まあ、当たり前になっております。でディスプレイ良しなんですが、先ほどワンマーク5でも、お伝えした、音声を聞くっていう面でも3方向良しになってます。スピーカーで聞くものし、ワイヤレスでも聞けますし、有線でもってところを、このしっかり、真ん中の5というプレミアムモデルですので入れさせていただいております。最後です。スタミナ、ソニーでは長らくいろんな機器で 長い時間使いますってスタミナ用リレーやらせていただいてまして、ここもしっかりやっております。他社同等価格帯の商品に関しては3000何がしっていう、ミリアンペアっていう容量のバッテリーなんですけど、弊社は全モデルから5000ミリアンペアってところです。これミリで伝えても誰も分かりません。でポイントは、今皆さん学生の方が困っているのは1日持たない、大体 75% の方が持たないのでモバイルバッテリーをカバンに入れているということが具体的に、取れましたことなので、1日経ってもギリ終わるじゃなく 50% 残る、そうすることはおそらく使い方いろんな人はいるんですけど、大体の方は1日は持つみたいなことを提供できるんじゃないかなということで、こちらも含めてですね、はい、学生の方含めて、はい、提供できるかなというふうに思っています。以上ですが、簡単でございますが、こういったような内容を含めて、好きにはまる5マーク5を、これから、提供していきたいというふうに思っています。はい、私からは以上です。ありがとうございました。